皆さんこんにちは、毎月恒例の雇用統計発表の金曜日です。今回はちょっとスペシャルバージョンということで、追加のコーナー、内容をいくつか盛り込んでいます。特に選挙直前ということもありまして、一体誰が大統領選勝つんでしょうか、ほとんどの世論調査によるとかなりの接戦です、相当な僅差です。 で今日はこのオンラインの世論調査の結果に基づいてこの後ですね大統領選についてお話をしたいと思っています。今そのどちらがリードしているのか世論調査でトランプなのかハリスなのかそして興味深いことに。 世論調査の結果は結構一貫性を持った動きをここ6ヶ月、9ヶ月してます。ということで、まず大統領選の話をして、そして市場がその動きを通して一体何を伝えようとしているのかについても考えてみたいと思います。 我々大統領選が一種のトリガーイベントになるだろうと見てます。どちらの候補者が勝っても、かなりのボラテリティが発生するかもしれません。でも一つお伝えしておきたいのは、混乱期においてイノベーションは勢いづくんです。コロナ禍を思い出してください。イノベーションが勢いづきました、あの時は。 人も企業も消費者も従来のやり方を変えるんです。これまでのやり方から脱却するんです。未来について不安に思っている時こそこれまでの習慣を変えるんです、人って。なので、どっちが勝つとかそういうことを言いたいんじゃありません。ただ、市場が最近の動きを通じて一体何を言わんとしているのかを理解したいだけです。でもその前に、 今日は ARC のチーフフューチャリスト、ブレッド・ウィントンに登場してもらいましょう。ブレッドと私と、そして ARC のマルチオミックスチームの方で、今、非常に注目している領域があります。以前はビットコイン、2015年、まだ250ドルだった頃に注目しました。そしてテスラですね これはもうずっとですが特に2018年19年テスラがいわゆる生産の地獄を経験していた時期がありましたそして今市場において一番誤解されているセグメント最もミスプライスされている非効率にプライスされている領域がヘルスケア分野のイノベーションだと思いますヘルスケア分野はイノベーションによってもう完全に変わります もうビジネスモデルが変革されます。製薬のビジネスモデルが変わります。バイオテクノロジーが変わります。特に特許、そしてジェネリック医薬品が変わります。まあ、最近、ボラティリティがすごいこともあって、なので、かなり詳細に説明したいと思います。AI、そして遺伝子配列技術、遺伝子治療、特に遺伝子編集ですね。 CRISPR、Cas9 システムとかもそうです。こうした技術がどれぐらい大きなインパクトをもたらすかが全く理解されていません。この新しい領域、すごく誤解されてるんです。それをお示ししたい。アーク独自のリサーチも紹介します。ビットコイン、そしてテスラの時と同じです。これ、全く新しいフロンティア。 だと思ってますとということでまずはブレットに話をしてもらって、その後足元の市場環境、そして大統領選について一言申し上げて、でいつもの雇用統計発表の金曜日の流れで、金融政策、財政政策、各種指標、経済指標などの話で、最後にイノベーションについてお話をします。じゃあ、ブレットさん、お願いします。 はい、あの製薬の分野でドラッグディスカバリー、つまり創薬というプロセスがあります。新しい薬を臨床試験を通すプロセスを指します。このプロセスが AI、そしてバイオマーカーのおかげで今後、改善されます。臨床試験のプロセスを加速させて、成功の確率を高めることができます。ぜひ、Arc の FYI ポッドキャストを聞いてみてください。 AB サイズ社の創業者とのすごい面白いお話、収録しました。この会社は、この分野で AI を活用して、創薬プロセスをより効率化しようとしている会社です。そして、キャシーからも話ありましたが、遺伝子編集といったツールを活用することで、創薬プロセスが効率化され、その後、病気の治療法が見つかる可能性があります。製薬企業にとっては、病気の治療は儲からないという定説があります。でも、それは違うんです。間違ってるんです。実は全然違うんです。 米国における希少疾患を例に挙げます気象疾患の処方薬に対して平均するとだいた今8000ドルぐらいが支払われているんですねでそれプラス入院とそれに付随するケアで年間3万6000ドルが支払われますとってもお金がかかるんですで製薬会社がある薬を作って処方薬に対するその8000ドルの支払い額それを狙いに行くとしましょう その資産価値、現在価値は大体1億ドルです、つまりあまり儲からないんです、だから製薬会社は希少疾患をあまり狙いに行かないんですよ、希少疾患って、もう1人希少ですから、あまり患者がいない、患者がいなくて、薬の開発に10億ドルかかったとしたら、1億ドル回収してもあまり意味がないわけです。 一方で治療であれば同じ患者数で計算しても1薬品当たり大体いい20億ドルの収益になると見ています。1億ドルじゃなくて、つまり約20倍の収益です。それがこのグラフの右側のバーです。上昇するのが希少疾患を治療する薬であればその患者の症状を取り除くことができちゃうんですね。 根本的な治療につながりますで薬によっては症状だけじゃなくて大本の原因を取り除いて病気を根本的に治療するそういう薬もあるかもしれないですね。 で病気に対処するだけであれば患者は毎月とか2ヶ月に1回薬を飲み続けなきゃいけないんですけど症状の対象だけだと根本的な治療と比べて価値半分以下ですというのは根本的な治療ができればより高い単価を設定できるから患者にとっての一生分のコストを取るので言いてくれてかつ患者にとっても治療の方がいいんですねなので収益を前倒して計上できるんです治療薬というのは製薬会社として儲からないわけじゃなくて 症状を治療する薬であれば特許が切れた後に競合他社に行っていたであろう収益を自分のところに囲い込めるようになるんですつまり収益の前倒しですだから収益的にも治療薬は決して魅力がないわけじゃないんです症状に対処するだけの薬と比べて価値は2倍ぐらいありますでそれを示す事例もたくさんあるんですよね例えばインテリアという会社があってここは遺伝性血管性不腫を治療する薬を開発してるんですがこういう会社もウォール街からは全く理解されていません あと、クリスパーセラピュティックス社、クリスパーとかもそうですね。クリスパーはもう今期から釜状赤血球症を治療する薬で実際に収益を上げてます。で、こうしたダイナミクスがあるのに、みんなそれに気づいていないんですね。まさにそうなんですで。例えば、インテリア社の今のバリュエーションですけど、 ちょっと数字を出しますね今のインテリアのエンタープライズバリュー、その企業価値がですね6億5500万ドルなんですね。一方で時価総額は15億ドルです。でもこの会社、10億ドルの現金を保有してるんですよ。で確かにビジネスを進めるにあたって多くのキャッシュを使ってます。 こういう銘柄は足元の市場環境下でパフォーマンス良くないですね。でも、この後ブレットから話がありますが、HAE ・遺伝性血管性不臭を治療する薬の経済効果ってものすごいんですよ。なので、その辺の説明をブレットさん、お願いします。 そうですね、じゃあ次のスライド、このグラフでは一般的な気象疾患について説明しています。これが HAE とどう関係するのか、ご説明します。疾患を治療する薬の方が、伝統的な症状に対処するだけの薬と比べてはるかに高い価格がつくんです。それをビジュアルで示したのがこのグラフです。治療をしてしまえば、症状の薬の8000ドルと、あとその患者が将来払ったであろうすべての支出を回避できます。左側の2つのバーですね。 プラス生涯にわたる通院費、急性ケアのコストもなくなります。でそれの現在価値がだいたい40万ドルあるんですね。あと、お金だけの話じゃなくて、患者の人生がより良くなりますよね、病気を治療してしまえば。そして患者は寿命が長くなる分のプレミアムを払います。 早くなくなってしまえばそれ以降のコストが変わらないんですがで幸い我々の社会は人々が健康な生活を送ることを支えるシステムがあります病気を根本的に治療できてしまうことに対して支払われるプレミアムの現在価値というのが60万ドルなんですねそれらを足し合わせると保険会社は一般的な希少疾患薬に対して110万ドル程度支払う用意があるということです でさっきキャシーが言っていた HAE の場合、今、世の中で利用されている HAE の薬って年間50万ドルするんですよ。なので、患者の生涯で計算すると、1200万ドルの支出です、今の薬だと。 なので、今の薬はそれを服用することで軽減されるコストや寿命が何年延びるかとの見合いでいくと値段が高すぎるんですね。でも仮にもっとまともな値段、つまりフェアプライスで計算したとしても、HAE を治療できる薬を提供できれば、それは300万ドルぐらいで売れるんです。で、それを患者に一度投与するわけですね。ということは、保険会社にとっても大きなメリットがあるんですよ。 年間50万ドルをその患者の人生の20年分支払い続けるんじゃなくて、300万ドルを一度払えばいいわけです。そして患者の立場からすると素晴らしいですよね。だってもうそれまでみたいに毎月注射を打たなくていいんですから、打ったところで症状がそれほど良くなるわけでもない注射ですね。なので、その治療薬を服用すれば、普通の、まあ、あの普通だろうが普通でなかろうがどっちでもいいわけですが、もう HAE という病気について心配しなくてよくなるわけです。 で、ha について興味深いのは米国で ha を患っている人7000人います。で7000人かける300万ドルつまり治癒力を提供。できれば市場規模は200億ドルということです。まあ、7000人いる患者たちにどれぐらい早く普及するかっていうのは未知数なんですけれども、しかも今ようやく治験のフェーズ3に入ろうとしているところですから、インテリア社が実際に承認される薬を作れるのかどうかという保証はありません。 ただ、先ほどキャシーが説明した同社の時価総額と比べると、この HA 治療薬だけでも、しかもそれ以外にも、同社の創薬パイプラインにはもっと価値のある薬も含まれているんですね。でそうした薬で、あと数年後には今の同社の事業価値を上回るキャッシュフローを創出できる可能性が結構あります。でしかもその状態が数年続くんです。そうですね。で、アークがこの銘柄に注目している理由の一つが、インテリア社が、 治験のフェーズ2の結果を発表したんですね。で、その中で11人中8人の症状が治癒したんです。治癒っていうか、まあ、発作がなかったんですね。一方、残りの3人は発作があったと言うんです。で、この治験は患者の自己申告性なんですね。 だから、発作があったと自己申告した人が3人だとで。この病気っていうのは、この病気で亡くなる方っていうのは窒息するんですね。腫れに伴う窒息です。で、今回の治験で何が起きてるかっていうと、患者の自己申告性なんで、ほんのちょっとしたことでも発作があったと言うと思うんですね、患者さんは。やっぱり大変な病気ですし。 今までずっと発作に悩まされてきているわけですから、患者の方たちは。だからよく分からないんですよ、この治療薬効いているのか、いないのか、治療できているのかどうかと。そうなんで,すでもその点なんですけど、多くの人が言っているほど重要なポイントではない気もするんですね。この次のグラフでご説明します。この薬を一度投与された患者のうち、 じゃあ8割の方がその後悪性のタンパク質が減少してで病気が治療されるとしましょう。治療の経済価値が300万ドルだとすると、それに対して250万ドル支払うとして、いうのも投与された人のうち8割しか治療されないという計算でやってますから、でもそれでも支払う側からするとかなりお得なんですね。というのも既存の薬ってフェーズ3までいったものも含めて。 ですけど患者が発作を起こさなくなるよう悪性タンパク質を減らすべくなるべく多くの量を患者に服用させたいんですね。でも一方で副作用もあるんですよ。一方でインテリア社の治療薬の場合、単発で投与するだけですから。 仮に投与された患者のうち2割が治癒しなかったとして、もう一度投与したっていいわけです、3ヶ月後とかに。で、そのまた8割が治癒するかもしれないじゃないですか。なので、この薬の提供の仕方を考えると、再度投与するっていうのは結構簡単だと思うんですね。で 300万ドルという料金をチャージできると、ただ一部の患者については、1度ではなくて2度の投与が必要になりますよというだけの話です。大部分の患者は1度の投与で済みます、この治療薬、他の上司されている薬と比べてどうかということなんですけど、非常に有効な薬であっても、毎月1回の注射が必要なんですね。 でもそれをやれば発作をほぼゼロにすることができるんですで今それをやっている患者にとっては新たな選択肢が提示されるということですで新しい治療薬とやらを試してみようとでそれであれば2時間ちょっとかけて投与を受ければもう二度と注射しなくてもいいし副作用の心配もしなくていいときっと多くの患者がそうしますよね 症状を抑える薬がどんなに有効であってももう二度と処方箋をもらわなくていい根本的な治療と比べたらやっぱり見劣りしますよねもう注射針とか薬を持ち歩かなくてよくなるならその方がいいとでこちらのグラフは治療薬と非常に有効に症状を抑える薬を定期的に投与する場合との収益カーブの比較を示していますで病気を根本的に治療する薬と症状を抑えてくれるので実質的に 治療するのと似ているものの治療ではないのでその後も引き続き薬を取り続けなければいけない場合との比較なんですねで治療する場合の収益ですが収益が前倒しになっているのが分かりますで特許切れの後の収益の落ち込みを一部取り込めているんですねそうやって計算すると治療薬の方が2倍の収益価値がありますあとそれに関連してですが、まあ、先ほどあのブレットが言ってたクリスパー社 赤血球症やベータサラセミアなどを手掛けていますが、これらの治療が米国、イギリス、そして欧州で承認されました。そして今、治験で患者への投与がなされています。なので、今後、クリスパー社が業績を発表する際、実際に収益が生まれていきます。その辺についても今後、もっと見えてくるでしょうで。クリスパーの治療の特徴なんですけど、 これは XVivo なんですね。つまり、細胞を生態から取り出して、状態を整えて、再び体内に戻すんです。で一方、インテリア社の技術ですが、でこれ、クリスパーも取り組んでる技術なんですけど、こちら、イン Vivo なんですよ。つまり、例えば HAE、遺伝性、血管性、浮腫であれば、直接患者に投与するんです。細胞を引っ張り出す必要がない。なので、我々アー ARC では非常に楽しみにしています。 もっとも市場は全然楽しみにしてないみたいですけどねこれもまたあれですねあのテック通信バブルの時とまさに対照的なんですよテック通信バブルの時であればここまで技術が進んでいる会社があったら投資家たちはもうじゃんじゃんお金を投じてたと思うんですねいやもう全然ここまでじゃなくてもその兆しが見えてただけで資金を投じていましたそれと比べれば今の技術は実際に病気を治療できてるんですよ 当時、テック通信バブルの時に、企業が言ってたのがそれでした。これからはパーソナライズド医療だと。病気を治すんですと。で、テック通信分野同様、バイオテクノロジー分野でもブームが起きたんです。一方で、今回は、投資家たちはみんな恐れてますよね。こうしたバイオ企業のキャッシュフローの特性がそうさせるんです。それは企業今、今の時点では積極的にキャッシュを投資に回してます。で、ブレッドが今話してくれた通り、ものすごいチャンスなんですよ。 人類にとって信じられなのでアークではこの分野に注目してみんなに知ってもらおうと思ってます今までもアークがそうしたことがありましたまずは2015年のビットコインそして同じ時期のテスラですテスラについてはその後2018年19年のいわゆる生産の地獄の時はもっと応援しましたで今やっぱり投資家たちを教育していかないといけないと思うんですよね いや投資家だけじゃなくて社会全体です。だってこれ、ヘルスケアの話ですから、大事なんですよ。そして未来はとっても明るいんです。ですということで、ブレッドさん、最後に一言何か。そうですねあの、もう一言だけ。この話、何が興味深いかって、まず治療薬は儲からないという誤解があるというのが1点。で2点目は、これ、まだ現実のものとなっていないんですよね。 赤血球症の薬は今後、上識されるんですが、ただ収益がどれぐらい生まれるのかまだ分からないんです。そして、この薬の商業化って簡単じゃないんですよ。というのも、患者から細胞を取り出さないといけない、細胞の状態を整えないといけない、で再び体内に入れないといけない。 患者も入院しないといけないし非常に摩擦フリクションの多い厄介なプロセスなんですそして今後5年間でインテリア社もそうだしクリスパーもそうですがこうした病気を治療する薬が複数誕生しますそれが市場に投入されますそうなってくればみんな気づくと思うんですよなるほどこういう薬の収益カーブって従来の薬とは全然違うんだとで今市場は従来の収益カーブを持ってきてそれを元に 考えちゃってますこういう新しい薬については、収益予測をどうやってモデルに落とし込めばいいのかっていうのが分かってないんですよ、みんな。なので、こういう薬の収益モデルについては、従来とは変えていかないといけません。それがまだ起きてません。だってまだ具体的な結果、エビデンスが見えてないから。 でもこれってわれわれ人類にとって大事なことなんですね。みんなにそれを理解してもらわないといけない。というのも、こうした企業、こうしたビジネスに多くの資金が流れるようになれば、もっと多くの治療薬が生まれるわけです。例えば、インテリア社は今、薬を実際に上司して、それがちゃんと機能することを証明しようとしています。それができたら、今度はそれ以外の希少疾患についても、創薬のパイプラインを充実させていけるんですよ。でこれはインテリア社だけじゃなくて、他社もそうなんです。 だから早くウォール街の投資家たちや資本市場全体がこうした企業の価値に気づいてくれればその分早くこれらの病気に対する治療薬が誕生するんですでこれもちろんビジネス的にも大事な話なんですが人類全体にとってメリットのある話なんですそうですねで我々ヘルスケアの黄金時代を目撃した世代です私もキャリアの初期の頃にそれを目の当たりにしましたその頃はヘルスケアの研究開発に対するリターンが一桁台から 20%、30%ぐらいまで上昇しました。これが黄金時代でした。ジェネンテック社が創業した頃です。今は再び1桁台にまで戻っちゃってます、リターンが。でも、各種技術の融合、修練によって、今後、リターンが劇的に向上すると見てます。で今日ブレッドが説明してくれた通り、 研究開発に対するリターンは、多分ヘルスケアの黄金時代のそれを超える水準までいくでしょう。やっぱり鍵となるのはゲノムの解析技術の融合です。AI があってで、遺伝子編集、各種遺伝子治療、それらが融合することによって、今後、予防医療、 そして予測医療個人向けのパーソナライズされた医療そして患者参加型の医療などが大きく前進しますアークでアナリストをやっているニモさんが彼がこのエキサイティングな新時代について各種ペーパーやレポートを書いてますでブレットさん率いるチームがこうした新技術によって収益がどれぐらいドラスチックに変わるのかを分析してくれてます 収益が前倒しされて、そして伝統的な製薬会社やバイオテクノロジーの会社であれば、いずれも直面する特許切れ、そしてジェネリックの競合と、いわゆるジェネリックの崖ですね、という問題を避けることができるんです。そうななんんですですこれ治療なんで 確かに多くの人が言っているように病気を治療する薬を作っちゃうとそれまでその病気周りで作られていた市場がなくなってしまうわけでどんな病気でもやっぱり治療薬ができてしまうとある意味それっきりというのはありますつまりもう治療ができてしまうわけですから競合他社にとってはその病気はもうビジネスではなくなるんですねそういう意味では薬が人類のために何ができるのかという観点でも興味深いと思いますそして 純粋にビジネスとして見た場合ででも興味深いですで患者本人にとってはものすごいアメージングなことですよね。はい、ということでアークでは引き続き注視していきます。でクリスパー社がいろいろなデータを提供してくれてます。でこのクリスパーのデータによると確か4年以上前だったと思いますが初めてベータサラセミアの治験に参加した患者さんが それまでは発作のたびに、ですから年間17回ぐらい救急で病院に行って輸血をしてたんですね。でも、治験を始めて以降、一度も輸血に行ってないんです。必要がないから。もう実質治療できたということですよね。英語で NONEWS is good news と、頼りのないのはいい頼りで言いますけど。 今このの分野ではたくさんの知見が行われています非常に安全な治療法なので、治験が進行中なんですね。でクリスパー CAS9 という遺伝子改変ツールの発明者の一人であるジェニファー・ダウドナーさんも、彼女も以前同じことを言ってました。ノーニュース is good news と、患者から音沙汰がないのはいいことなんですね。もっともこれからはノーニュースじゃなくて、グッドニュースが聞こえてきそうですけどね。 そしてそれがクリスパーのような会社にとっての収益につながっていきます。これ5年先とか、そんな将来の話じゃないんです。クリスパーの場合は、もう今はまさに起きつつあることです。ということで、ブレッドさん、ありがとうございます楽しみですね。1個を注意していただきたいのは、こういう患者に対して臨床試験をするとき、それがうまくいかないリスクもあるんですね。 で会社がコントロールできることとできないことがあります。どんな分野よりも、このマルチオミクス解析の分野は独特で、ボラティリティも高いんですよ。それでも、今後5年というスパンで見れば、間違いなく複数の治療薬が市場に投入されるでしょう。そしてクリスパー社は、釜状赤血球症について有効な治療薬を持っています。なので、今後、治験がどうなるか次第ですけど、しっかりと収益にもつながってくるでしょう。 でこれまでのところ、知見の結果は順調、良好のようです。はい、で視聴者の皆さん、この話を耳にするのは今日ここで、初めてだと思うんですね、こういうリサーチをすること、それがまさにアークの仕事なんです、真に破壊的なイノベーション、人々の人生を変えるようなイノベーション、今回のケースはまさにそれを地でいく例だと思っています。ということで、ブレットさん、ありがとうございました。 はいそれでは、いつも通りの流れでいきたいと思います。今回は、まずは来たる大統領選についてコメントしたいと思います。来週火曜日が投票日ですね。その結果は、経済、そして市場に重大な影響をもたらすでしょう。 なので、まず大統領選の話をした上で、いつも通り財政政策、金融政策、経済指標、各種指標、そしてイノベーションで締めたいと思います。ということで、まずはこちらですね、これは Predictive というところがやっているサーベイの結果です。こちらの緑色の線が S&P500 の株価です。 そして紫の線がトランプ元大統領が勝つ確率そのオッズです世論調査の結果が変動するにつれて株価も変動しているのがわかりますこれがなかなか興味深いですね相関がありますさてトランプさんが勝つかどうかはわからないわけですが足元ではちょっと世論調査の結果は 逆風のようですが。ということで、選挙の争点について、いくつか取り上げてみたいと思ってます。まずは税金ですよね。市場は減税が大好きです。なので、トランプさんが大統領だった頃に可決された減税の法案が、これが2025年末に切れるんですが、 市場はそれを心配してます足元でなぜ市場がこう反応してるかっていうともしトランプが勝てば減税法案が延長される公算が高まるというだけでなくてトランプはさらなる減税をすると言ってるんですね個人の所得税も法人税もあとトランプがもう一つしきりに言ってるのが 関税ですで一般論として、市場は関税が嫌いです、私も関税嫌いです、要は増税ですから、どんな増税も嫌いです。でも、今、理解され始めているのが、関税引き上げの話は、米国の貿易相手国との交渉の一環なんだということです。そして、関税引き上げはトレードオフなんですよね。米国が始まってすぐの頃もそうです。 当時、個人の所得税ってなかったんです。関税しかなかったんですよ。ワシントン大統領時代に関税が始まりました。なので、今、市場は理解し始めてます。一つは、これが貿易上の交渉だということ。そして、2点目として、アメリカの建国後、間もない頃のあの良かった時代に戻ると。 そういう側面もあるんです。という点が興味深いですよね。もう一つ、元大統領トランプが言っているのが、ドルについてです。ドル安にすると言っています。これちょっと皮肉なんですが、ドル安って多国籍企業にとってはプラスなんです。でも、通常、を米国にとっての公易条件が良くなる時っていうのは、 ドル安にはなりません。で、減税は間違いなく公益条件をよくします。というのは、最終投資家にとっての米国における資本利回りが良くなるからです。他の条件が一定なら、ドルにとってはいいことなんです。資本が入ってきやすくなります。なので、 ま最終的にはレトリックなのかもしれません。で、もう一つ、トランプが強く主張しているのが、金利についてです。金利を下げるると言ってるんですねで興味深いことに、トランプの政策が成長を促すものなのであれば、でアークだそうだと見てますが、そこには規制緩和も含まれます。 でもしそうであれば結構高い確率で米国経済の成長率は加速します皆さんご存知の通り FRB が利上げを始めて以来米国はローリングの景気後退の状態にあると言ってきてます金利を24倍にまで引き上げましたから結構なショックだったと思うんですねでそれ以降ずっとその後遺症に悩んでますで最も表面的な数字だけを見ていると問題ないように見えますが 例えば、中小企業の心理とかを見れば、金融危機のとき並みの低水準です。消費者心理も悪いです。しかも、さらに悪化してます。なので、何かがうまくいってないということですよね。で、新大統領が成長を促す政策を実施すれば、短期金利は思っていたほどは下がらない可能性があります。 そうした政策を実施するのにどれぐらい時間がかかるか次第でもありますが、アークとしては来年金利は下がると見てます。実質金利がまっとうな水準まで下がると思います。特にインフレ率が鈍化し続ければ、多分そうなると思います。でも、金利がそうやって正常な状態に戻って以降は、 短期金利が上昇すする可能性もあります実質成長に伴って、それが自然な帰結だと思うんですね。一方で、長期金利はそこまで上昇しないかもしれません。むしろ、結構横ばいかもしれません。それはなぜかで。これは米国が以前の昔の状態に戻るということでもあるんですが、金本位制だった頃ですね。 つままりりインフレはほぼありませんで、したでイールドカーブの長短金利差が長い間、逆転、反転していました。というのも、短期金利は産業革命に伴う急成長もあって上昇したんです。電話、電気、内燃機関などといった産業革命です。それが大きな成長をもたらしました。競争の20年代とも言われてますね でも当時、長期金利は短期金利ほどは上昇しなかったんです。むしろ下がる局面もありました。なので、イールドカーブの長短金利差が平均すると100ベーシスぐらいありました。もしかすると今、当時のような状況に戻りつつあるのかもしれません。先ほど、規制の話をしました。でも以前から言ってますが、規制はイノベーションを阻害します。 それどころか、規制は経済の一部を窒息させています。以前、大統領だった頃に、トランプさんは、新たな規制を導入するのであれば、既存の規制を2つ撤廃せよと言いました。今回、たぶん同じルールにしてくると思うんですね。いや、もっとするかもしれません。そういうい考え方は成長 そしてアニマルスピリッツにとってすごくいいと思います。問題は財政赤字ですで。ここからはいつも通りグラフを見ていきましょう。こちらが財政赤字です。コロナ禍と比べるとだいぶマシですね。コロナ禍の時は史上最高に悪かったですけどね。でも、金融危機の時と比べると。 今大体同じぐらいの水準なんですよそして1980年代前半、レーガンさんが大統領になって、財政赤字が5%まで膨らんだときと比べると、実は今の方が深刻なんです。当時も未曾有の水準だったんですけどね、債券市場も、そして投資家もかなりネガティブに受け止めてました。一方、FRB が利下げを始めて以来、債券市場がそれに反応してます。 長期金利が上昇してますよねこれは大統領選を受けてのことだと思います。両候補者とも財政支出について言及しています。さて、我々としては、向こう数年で財政赤字が縮小すると見てます。いうのも 今後成長が加速すするからです財政赤字を抜け出すための最良の方法は実質経済成長です。80年代のレーガン政権下がそうでした。悪性の景気後退が終わって、防衛支出が調整されて、財政赤字が改善したんです。半分になりました。同じことが再度あり得ると思ってます。 特に先ほどお話ししたような経済環境であれば、もう一つの要因としては、前大統領のトランプさんがこの点に注目しているというのがあります。トランプさんはイーロン・マスクに行政改革をやらせようとしています。私は仮にトランプが大統領になっても、イーロンは政府には入らないと思っています。 でも、イーロンは政府の支出を抑えるための先ほど説明した規制のルールみたいな、何らかのルールを導入すると思うんですね。政府支出を2兆ドル削減できると、イーロンは言っています。それがいかに難しいかをお示しするグラフをいくつか見ていきたいと思うんですが、イーロンは時間軸は示していません。 なので、もしかしたら10年以上かけて実現するということかもしれません。だったら可能性はあります。でご覧の通り、今、支出が6.1兆ドルです。GDP の22.7%です。そして、その支出のうち、カットできる分野における支出って1.7兆ドルしかないんですよ。でトランプさんは、 社会保障や医療はカットしないというふうに言っています。でも、AI を活用することで、政府はかなり効率的になりうると思うんですね。今後10年で考えたときに、政府部門における自然減、つまり退職者を補充しないというだけで、かなりの効果があると見ています。 それで支出が2兆ドル削減できるかもしれません。なので、単年度ではもちろんできませんが、複数年かけてであれば可能性はかなり高いと見てます。そしてもう一つご覧いただきたいのが、支出が GDP の22.7%で、これが財政赤字ですね。で収入は GDP の16.5%なんです。こちらに内訳を記載しています。 この辺についてはかなりの誤解があります。というのも、トランプさんは減税すると言ってるんですね。他の条件が一定であれば、それによって財政赤字は拡大します。でもその他の条件は一定ではないんですよ。減税、規制緩和、イノベーション支援、それをやることで成長が加速します。その結果 景気交代から抜け出ることができるんです成長が加速して企業業績が改善して所得が増えて税収が増えるこれとても健全なやり方ですよねさてこちらは個人の所得税の推移です始まったのが確か1913年頃ですそれ以前は個人の所得税ってなかったんですよこちらに記載しているのは一番所得が高い層の所得税率です 第二次世界大戦の頃は税率90%でした。それじゃ誰も働かないですよね。1ドル収入があっても10セントしか残らないのであれば、全然インセンティブになりません。今は当時と比べてだいぶ状況良くなっています。でもトランプは。 アドバイザーの1人であるアート・ラッファー教授とともに、ラッファーさんについては以前申し上げましたよね、トランプは税率をさらに下げたいと言ってるんです、その分を関税とのトレードオフで回収するということですね。なので、どうなるんでしょう。さて、経済指標、各種指標、そしてイノベーションの話に戻る前に、もう少しグラフをご覧いただきたいと思います。 こちらが長期の米国債利回りです。緑色の線が名目利回り、実質利回りが紫です。10年という長期にわたる実質成長期待に対して市場がどう反応しているかが分かります。そして黒い線がインフレ期待です。下がっっってますでもっともっとと これからです、ね、もっともうびっくりするぐらい下がると見ています。というのも、ロボティクスとかバッテリー技術、AI、ブロックチェーン、そしてマルチオミックス解析といった新技術が非常にデフレ的だからです。さて、先ほど、病気の治療薬について話をしてましたで。100万ドル、200万ドル、300万ドルみたいな話がありました。 こうした治療薬が今や GDP の2割近くまで膨らんでいる医療、ヘルスケアの問題点を解決すると見ています。かなりのコスト削減になります。なぜかというと、薬とかバイオテクノロジーの薬品、こうした治療法、これらは現在、医療費の約15から20%ぐらいに相当するんですね。 で残りの8割は病気の人たちに対するケアです。今後、治療法がどんどん開発されていくとすると、この80%は縮小していきます。あるいはその予算が治療的な処置に支払われるようになります。なので、かなりの収益が期待できます。インフレとの関連でいくと、 この100万ドル、200万、300万ドルの治療薬みたいな話をすると、随分高額だなと感じるかもしれません。でも、実はもう一つの側面があって、そちらはかなりデフレ的、そしてヘルスケアセクターをディスラプションする可能性があるんです。さて、次のグラフ、ここからは金融政策ですね。紫の線が M2 の伸び率です。インフレ率については しばらく3から4%程度で推移をした後下がってます。今は2.4%。今後も下がり続けるでしょう。ゼロを下回ってマイナス圏に突入してもおかしくないですね。特にこうした新技術の進歩を考えるとそうです。 イールドカーブの長短金利差が今後どうなりうるかについては先ほどお話し,しました。M2 の伸びは今2.6%です。でも今、実際には何が起きているかというと、マネのベロシティ、つまり循環速度、その伸び率がですねコロナ禍では11%ぐらいまで上昇したんですが、今は横ばいになっているんですよ。そして それがもしかすると、今年反転して下がり始めるかもしれません。ということでもしベロシティが横ばいなのであれば、前年比2.6%のマネー伸び率って、大した伸びではないんですね。というのも、その2.6%って、実質成長とインフレ、両方が絡んでますから。 でこちらのグラフから分かるとおり CPI が2.4%に下がっています。そして CPI の先行指標である PPI、こちらはグラフにある通りり0を下回っています。なので、1950年以来のインフレ率のレンジのそのレンジの下の方にあるということになります。ででもそんな中で エコノミストやストラテジストといった専門家の多くがインフレが再燃すると言ってます、あるいは高止まりすると言ってます。でも、この先行指標を見る限り、そんなことはなさそうです。ゼロを下回ってますから、そして CPI もそれにつられて、0以下になる可能性もあります。そしてこちら、こちら、何度かご覧いただいたグラフですが。 紫の線と緑の線との間の相関関係がご覧いただけるかと思います。FRB が金融引き締めをするその前まではかなり相関が強かったんです。でも FRB の引き締めで相関が崩れました。で、ローリングの景気後退に入ったんです。一方、欧州と中国もそれぞれローリングの景気後退というか、景気後退の状態にあります。だかららここそこちらの 金属価格を金の価格で割った比率がコロナ禍の水準まで下がってます。そして金融危機の時の水準を下回ってます。ということで、しっくりからな、循環的な経済は今、病気の状態と言っていいでしょう。そして金利、金利はフラット化してます。でも、このグラフから分かる通り、この相関関係を復活させるためには、長期金利が下がるか、 あるいは、この金属価格、金の価格で割っ金率が上がるかなんですね。あるいはその両方が必要となります。でもし米国がこのローリングの景気後退を出して、今後、成長経済に入れば、足元のこの凸凹した経済環境を出して、より良い成長フェーズに入れば、この紫の線が上昇します。その頃には長期金利はもっと低くなっていると思います。 さて最後の2つのグラフに行く前に、経済指標について手短に、今日雇用統計が出ました。過去2年間、ずっとそうですが、今回もポジティブな材料とネガティブな材料、両方ありました。ポジティブな内容としては失業率、これがハリケーンの影響を受けず、4.1%を維持しました。 そしてそれが適用されると景気後退になるといういわゆるサームルールですけどこのサームルールがトリガーされるとってことなんですけどで実際数ヶ月前にトリガーされたんですねでも今回の雇用統計でサームルールの状態が解消されました。 失業保険の申請件数はハリケーンの際に急上昇しましたが、その後再び低下。で今回、平均時給は0.4%でした。想定は0.3%。これは多分ミックス効果ですね。給与水準の低い職がハリケーンの影響をより強く受けたでしょうから。一方で、家計部門の就業者数。 こちらもハリケーンの影響は受けていませんが、こちらは36万8千人の減でした。家計部門の就業者数はこの1年、全く伸びてません。そして非農業部門雇用者数、こちらはハリケーンの影響を受けました。想定は11万人でした。でも蓋を開けてみれば1万2千人 そして過去2か月分について数字の下方修正がありましたそれによって雇用が11万2000人分減りましたまた下方修正ですねそしてジョルツレポートでは退職のペースが依然として低下傾向ですこれは今仕事を辞めてもより良い職にありつけないのではないかという不安を表しています より高い賃金を求めて転職というのがしにくい状況です。そして、このローリングの景気後退について、この足元のデコボコの経済についてですけど、ナンシー・ラザーさんが面白いリサーチをしています。彼女、経済の日極化について調べていて、今見られる一番大きな日極化の一つが、大企業と中小企業との間の日極化です。 過去2年間で大企業の所得、収入は1割増えたんですが、中小企業はむしろ1割減ってるんですね、その収入、所得が。だから今、中小企業って苦しいんですよ。そして a r クの各種戦略を構成する銘柄は、そのほとんどが中堅企業であり、大企業ではないんです。それでは各種指標にについて手短に SP は上昇しています。先ほどの世論調査のグラフで見た通りです。今後、経済成長を促す政策に転換するという期待感があるからでしょう。金利も上昇しています。財政赤字が増えることに対する心配があるんでしょう。でも実はスプレッドは、つまりハイイールドの債券、ジャンクボンド、 対国債、そして社債の利回り、その差ですね、投資的確の債券や国債の利回りとの差については、今、非常に小さいんです、すごくタイトなんです、これが何を意味するかっていうと、債券市場は経済の先行きについて全然心配していないということです、それって不思議なんですけどね、その要因ですけど、大量の資金、特にプライベートクレジットが今、利回りを求めて動いているのかもしれません。 それがバブルなんですよ。今、バブルの状態にあるのは AI メーガルではありません。AI はリアルな動きであって、バブルではない。で、今後、経済を大きく変えます。バブルはむしろ、ここ1か月のプライベートクレジット市場かもしれません。資源価格は再び値下がりしました。これ、シクリカルな、循環的な弱さがあります。一方、金の価格は上昇しました。金は前年比で4割も上昇しています。それはなぜか多分 不確実性が強いからでしょう安全資産としての金が買われているんですこの1年資生額リスクが大きく上昇していますそして多額の財政支出がなされる中金融政策のコントロールが効かなくなるという恐れがありますそれに対するヘッジというのも間違いなくあるでしょうそしてビットコインですがこの1年価値が倍になってます金は4割上昇 ビットコインは100%上昇して今7万ドルです上がった理由は同じですビットコインのようなルールベースのプライベートマネーの素晴らしい点っていうのはフィアット通貨つまり俯瞰紙幣にとって健全な競合になるという点ですプライベートマネーは今金がそうしているように 金融当局と競合するんですね。そしてプライベートマネーの場合は、これってデジタルな世界の話ですから、金融システムを再構築することさえできちゃうんです。金融当局がちゃんと規律を持った運営をしていなければ、プライベートマネーによって排除されます。それがいいんですよ。さて、では最後にグラフを2つだけ。このグラフは 市場が今感じてている不安を表しています私、今までこのガブカルのチャールズ・ガブ、ルイ・ガブというカナダを同志を拠点としたストラテジストたちについて、言及ししたたことがありましたそのチャールズ・ガブが恐れていることの一つが、金価格の上昇は今後、経済が厄介なことになることの前兆だと言うんですね。 確かに50年代、60年代にも同じことが起きました。そして当時は大変でした。60年代、市場が横ばいになって、70年代の弱気相場、あれは最悪でしたね。ということで、今、SP と金価格の間で綱引きが行われている状態なんです。われわれとしては予測しているのは、この経済成長優先。 のトランプが政権を取れば、この線が上昇して、S、SP が金価格を上回って上昇するだろうと見てます。金の価格はむしろ下がるかもしれないですね。というのも、金を保有することの機械コストが相当大きくなるから、特に株式で素晴らしいリターンが得られるのであればということで、チャールズ・ガブの読みは、 今、米国はインフレブームの最中にあると。今後、インフレが大きな問題になるだろうと言っています。我々はグラフやデータを使って、インフレは問題にならないということをお示ししてきました。でも、インフレになるという見方もあります。なので、我々も引き続き注視していきます。そして、もし実際、インフレになったら、 コロナの時にそうなりましたよねで再び戻ったわけですがもし実際にインフレになったら我々もそれに対処する必要がありますさて最後のグラフです S&P 対石油価格ですチャールズガブが今後インフレになると言ってる理由の一つが彼は石油価格の高騰を見込んでるんですねグローバルなインフレ期待 の一環ですグローバルにリフレが起きると。でも、我々の想定は逆です。我々石油価格が下がり続けると見てます。で、同じことが60年代に起きたんですよ。その後は、市場が横ばいになって、そして弱気相場に突入したわけですね。これが70年代の弱気相場です。この時は、石油価格が高騰して、S&P は相対的に弱かったんです、すごく。 このグラフ、これは大きく見ると上昇傾向ですね。で、今後もそれが続くと思います。コロナの時に急上昇しましたが、今、その方向に向かっています。その理由の一つがイノベーションです。イノベーションは問題を解決するんです。今後、モビリティ、交通というのはどんどん電動化していきます。そして EV 販売シェアの伸び以上に 動力源の電動化っていうのは早く進んでるんです。ていうのも、今、電動化、EV 化してるのが自動運転車だからです。自動運転車って1日の稼働率は5割、6割にも達します。一方で、普通乗用車の使用率って1日あたり3から5%程度しかないんです。 そして石油価格が下がると思うもう1つの理由が、もしトランプ政権になったら、エネルギー投資が再び再燃するからです。これ、いろんなタイプのエネルギーです。石油だけじゃなくて原子力含め、あらゆる種類のエネルギーが注目され、堅調です。やっぱり AI ででデーータタセンターがもののすすごい量の電力を使うからなんですね なので今後、エネルギー生産のルネサンスが起きると見てます。ということで、今回は長かったですね、でも今後のヘルスケアセクターにおける注目点をぜひご紹介したかったんです。で AI と遺伝子解析、遺伝子編集技術の融合についてということで、ポジティブなトーンで終わりたいと思います。 そして来月のこのタイミングでは大統領選の結果も出ているでしょうからその時にまたいろいろと共有をさせてください。ありがとうございました